RStudio 起動した直後はこんなな感じになってます。ここのコンソールっていうペインでいろいろ計算したりできるようになってますでデータの分析するんですけどこういうプログラムっていうか指示とデータファイルをまとめて扱いたいんでそれを1個のディレクトリを作るフォルダを作って管理することにしますじゃあこの CSQ ドライブの下の CS の下に、えー、フォルダを作りましょう まあ課題名ぐらいの感じでえこれは Visual Studio のフォルダとはまた別に考える必要がありますでここに分析するデータ入れておくことにしましょう CSV ファイルなんですけどえっとまあちなみにこんな感じでえ見出しがついてて整数だったりダブルだったりするような数値が入っている そういういファイルですじゃあ、えー、とこのフォルダをプロジェクトとして管理するんですけどそれをやるには「ニュープロジェクトで」で、えー、もうディレクトリあってそれを使うからエグジスティングディレクトリーで、えー、どこにあるかっていうと、えー、ここでちょっと注意なんですけどさっきの場所を探したいんですが、えー、ネットワークフォルダーみたいなところから行かないで「えー、Q ドライブ」っていうところから行って。 欲しいですね、そうしないとちょっとパス名が正しく扱えなかったりするんでここの中の CS の中のスタット03でオープンでクリエイトプロジェクトはいそこに入ってるファイルが見えるようになりましたで、えー、ここで1個確認しておくことがあるんですけど Tools の中のプロジェクトオプションっていうのがあってここに 文字コードを設定するところがあるんですけど UTF8 になってることを確認しておきます。今はこのままでいいですね。で、次にここでこの CSV ファイルを読み込んで分析とかやり出すんですが、それを覚えてるのはしんどいので1個のファイルにまとめて書くことにします。そのファイル、そういうファイルのタイプを R Markdown ファイルで言います。それを作ります。プロジェクトに追加するっていう感じの考え方ですけど、えっ、ー、と R Markdown ですね。 でここはまた課題の名前ぐらいつけといたらよくってこの HTML のままでいいです。OK。そうするとここにその今指定したファイルが作られました。まあ、とりあえず名前つけときますかね。ファイル名はじゃあ stat03 で。で普通拡張子は RMD ってつけることにしてます。 で,保存でまあここに現れたわけですねでこの中を書き換えていくんですがまあ最初はそれはちょっと大変なので、えっと、配ったのをそのまま使うことにしますとここにあるんですが中身こんな感じなんですけどこれちょっと全コピーしましょうかはいで 大体の感じなんですけどこのバックコート3個からバックコート3個までの途中がこう色変わってますこれがプログラムのソースですで白いところは説明そういう感じですねでえっとまあこのここの中をやっていくんですけど、まあ、これこうやってコピーしてこっち移してとかやってもいいんですがもうちょっと便利な方法があってここにカーソルを置いといて えー、このランカレントチャンクっていうのをやるとこの中がまとめて実行されます大丈夫です、えー、もういっぱい実行でえー、っとさっき言ったのはコードチャンクですねコードチャンクっていうのはこのバックコートバックコートで囲まれたプログラムの部分コードの部分をそう言いますえっと例えばじゃあこれやると はい、こういうふうに結果がここに返ってきますですからこのファイルって言いますかこのペインはプログラムと結果と日本語で人間が書いたその説明が一体になっているようなファイルなんですね Jupyter ノ、えートブックとちょっと似た考え方ですでこれ順に実行していくんですが例えばここではさっきのこのファイルを読み込むっていうことをやってます読み込んで 変数 D に代入するっていうことをやってます。じゃあここで。えっと、これ代入したんで何もエコーバック、表示はされませんでした。でしたが、ここにエンバイオメントペインの中にそれが表示されてます。だからこれはビジュアルスタジオのデバッガーの自動変数のところとかとちょっと似てますけど、今定義された変数が全部ここにあるわけですね。で、D の中は、 えー、さっき見ましたけど横に、えー、3, 行3列あり、えー、1000行あったんですけどその中身がこういうふうに表れてて見ることができます、えー、値変化すると常時見ることができますでじゃあこれ、えー、これ1行ずつも実行できますし選択した部分も実行できますしチャンク全体も実行できるんですけどじゃあここをまあこの コントロールエンターが選択した分実行なんですが、えー、これの結果は何かっていうとさっき3行3列あったわけですがそれぞれの平均値とか最大値とか第3四分位値とかそういうのを出してくれるわけです、えー、こういうふうにやって計算していきますでこの命令は R の命令なんでそれちょっと覚えなきゃいけないっていうわけですねじゃあ えまあこれ下まで順にやってったらよくってまあ実際これ全部実行するみたいなコマンドもあったりするわけなんですけどえそうですねえグラフがどんな感じになるかじゃあ見とくとグラフ例えばヒストグラムここを実行するとえここにファイルが出てきてこの時とこの時とこう比較できるみたいになってますじゃあ最後に これを提出ししたたいいっってなとのことを思いましょう。提出するときはこの RMD ファイルを提出するのかなと思うんですけど、えー、そうじゃなくってその中には実はこの図とかは埋め込まれてないんですただのテキストファイルなんですですので提出する時は特別なことをやる必要があってこの NIT 編みなさいっていうことなんですけど NITTO HTML を選びますそうすると全部の文をこう今 静かに実行してったんですがその結果っていうのがこういうふうに、えー、ブラウザっぽいものの中にこう全部表示されるわけですね。で見ていただくといいんですけどさっきやった内容、えー、日本語の説明とプログラムとその実行結果が1組になって書かれてるわけです。ですからこれを見ると最終的な結果は全部わかる。えー、ですが ここをちょっと変更して実行したいみたいな時にはこの RMD ファイルの方をいじる必要があるわけです提出に関してはこっちのファイルやったりこのファイルどこにあるかっていうとさっきのプロジェクトのフォルダの中に作られてますですからこのファイル1個だけ提出すればいいです、えー、じゃあこの作業を中断したり終わったりするときどうするかっていうのをご説明します終わるには close project すするといいんですけど、ここでこんなこと聞かれます。これは何かっていうと、現在の計算状態、つまり今 D っていう変数が定義されてるんですけど、その状態を保持するかどうかっていうことです。え普通はそのまま保持します。そうすると、プロジェクト終了して元の状態に戻りました。じゃあ逆にこれを再開したいときどうするかなんですが、えー、っと、オープンファイルで、オープ,、えー、オープンプロジェクトで、 さっきのプロジェクトどこに置いてたかっていうとプロジェクトのディレクトリは Q の中の CS に置いてたんですよね。でこれなんですけどプロジェクトの実態はこのこのファイルです。でこれをオープンするとさっきと全く同じ状態になってさっきの続きであるかのように作業を続行することができます。